皆さんご機嫌ですか？どうもちぼです。友達からさ、俺学校に行くことになったっていう LINE が来てさ、おお、社会人経験した後で大学に行くのかと思って学校名聞いてみたら、女学院。どうやら大人の男性が夜に遊びに行くお店らしい。ふーん、てんめ、ちょっとでも尊敬した俺の気持ちを返せ。というわけでボケてツッコミ第88弾行ってみたいと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ポチッとな。ネット依存。現代人はもはやネットないと生きていけないからね。まあでも何事もやりすぎは注意。ネット違い。合格発表見に行ってくれた姉がムカつく。うん、落ちたのかな。落ちたな。ワニが仲良く水遊びしてますね。あかん、ここ大人用プールや。つま先でトントンジャンプするやつ。有名なタイトルに2文字付け加えていい感じにしてください。マッチョが売りの少女。いや、それいい感じなん。柔らかめに攻めるラインスタンプ。お父さん実証。柔らかくねえ。まず1点。レジの店員がうざい。針を打て豚野郎。ライズアップの受付がひどい。逆にやる気出るやつ。聞いておこう。お前の国自慢できるものはあるか。日本の自慢か。四季とか治安とかかな。政府からマスク2枚もらえるぞ。つけてるやつ見たことない。やべ、コアラがワニに食べられそう。説明しよう。お前余裕あんな。マジかよ、北のおっさんが徹子の部屋に来ちゃったよ。この頭は本物なの？のやりとりだけで終わった神回。もうどうでもいいよ。口に指突っ込んで喉でも詰まらせたのかな。スライダーの握りはこうだ。教え方。あの人気シリーズ皆さんはもう分かりますよね。泥棒。万引きしてんじゃねえよ。お前それバナナか。なんこれ、泣いてんのか笑ってんのか。ホームラン打ったら手術するって約束した選手がセーフティーバント。少年よりチームの勝利。もう泣いて笑うしかねえ。緊急に列車を止める場合は全力で止めてください。無茶言うな。ほら、副作用なんてないから大丈夫。コロナのワクチンかな。まあ副作用怖いよね。もう副作用とかいうレベルじゃねえ。今生活保護受ける人増えてるみたいですね。このおじいちゃんもなんか大変そうだな。私より困窮してから出直してくださいね。いや、お前が職員かよ。実は片方は食品サンプル。へえ、こんなの全然わかんねえな。食い終わってから言うのマシじゃね。食ってる途中で気づいて。ん？ねえ。静香ちゃん全然驚かないな。ボケての静香ちゃん怖いからな。来世では命を大事にしろよ。グッバイ後世。グッバイ、僕の命はあと5秒。この具合が悪いのでしばらくお休みさせてください。立たないのか。その息子じゃねえ。さりげなく、部長、ズラがずれてますと伝えてあげてください。ズラ、部長がずれてます。本体そっち。めっちゃプロ意識を感じる。美人の残した汁を飲む。変態のプロだった。13日の金曜日、本当は月曜日。出直してこい。げー、とても食べられない。水で流し込め。うえー、もうダメ。0点を取ってもいいのか。何が何でも全部食べさせる。苦しい。これは暗記パンですね。のび太、頑張って食べてテスト100点目指せ。ごめん、普通の食パンだった。